マイガールと君の街にもあるグルマ書いた作品は、まあ、やれることを、全部やろうみたいな、あんまテーマとか絞らずやろうっていうのがあったんで、まあ、ぐしゃっとしてるっていうか、まあ、雑多だったんですけど、またちょっとコンセプトアルバムっていうかまとまったものを作ろうってなった時にもう音もかなり減らしちゃおうみたいな、その反動ですよね。言葉で表すとタイトルに出てると思いますけどね、フレンズアゲイン的な、要するに歌かな、いい歌、歌をみんなで作るっていうか、その歌に向かってアンサンブルを縫っていく、なんかシャムキャッツが一番今できるっていうか、あ、ようやくなんか4人でやりたかったことっぽいなって最初の印象は、本当にシャムキャッツが本当に結成された当初にシャムキャッツ4人でやれそうなことをむしろ今やってるっていう感じ、なんかこう装飾がないような感じっていうか、そばみたいな。まあ、less is more っていうか、まあ、増やして増やして豊かにしていくっていうよりは、そこにある一つのものの豊かさをより出すにはどうしたらいいかって、アプローチですね。フリーになったところできないですね。新しいアプローチは一見普通のアプローチだけどそれは新しいんだよっていうことですかね。特に木を手がったことは何もしてないですけど、まあ、まずギターを買って、初めて箱物を買いまして、なんていうんですか、そのボディの中が空洞になってるギターなんですけど、ちょっとこう鳴りが今までと違う。それ、まあ、余計なエフェクターを使わなくてもそれ1本だけでいい音だなっていうのが分かるようなのを買って、で、まあ、歌があってアコギがあって、であと1個だけでいいよっていう、そこを補えるような音とプレイにしたいなと思ったんで、それをアプローチは新しいかもしれないですね。そのバンドメンバー4人の役割をはっきり別々にしてアルバム作ろうと言いたかったんで、まあ、エレキだとたまにこうやることが被るんですよね、素顔だと。なので差別化を図るために、もう俺はアコギだけ弾く感じでいいかなっていうのがパッと入れる感じで、そうすると結構その鳴らしただけで説得力のあるものが必要だなと思ったので、まあ、アルバムのために一本新しく買いました。
ラキラも強いんだよね。倍音が多いんだよね、上も下も。レンジが超広い。弦以上のことがなってる。そうですね、新しい叩き方。整理したかったっていうのはありますね、今回のアルバムでは。ずっと整理したいって気持ちはあったんですけど、なかなかこううまくいかないことがあって、でも今回準備期間がちゃんと取れたっていうのもあって、叩くフレーズとか結構整理できて良かったと思いますね。後から聞いてても、なんか今までのシャムキャッツ、今までの最近のシャムキャッツは割とそういった、自分、僕からの引き出しがあるような曲が多くて、で、僕が勝手にいろんなもの、いろんなそういったものから引き出しを持ってきて、他の3人の知らないものをこうベースで入れ込むっていう作業だったけど、今回聴いた時はなんか自分が持ってくる、来れるボキャブラリーはあまりないなって思って、言い方悪いけど、つまんないベースを目指してやってみて、それっていうのは多分、なんか4人の関係をこうちょっとこう弾いてみたりとかしてら、ああいうベースになったんじゃないかなっていう感じが、まあハマるものが、ハマるものにこう、ハマるものを目指すっていうんじゃなくて、自分たちをはめていくみたいな感じっていうんですか。まあ、よりオリジナリティが強くなっていけばいいなっていうか、どっからどう見ても、シャムキャッツこれだよねっていう風になればいいなと思ってますけど、楽しくやっていくのがいいかなっていう感じ。